マスターとです。聖書を一日一緒の時間となりました。今日は、ネヘミヤ記二章ですね。では早速、ネヘミヤ記二章を見ていきます。ネヘミヤ記二章。ネヘミヤ記二章。アルタシャスタ王の第20年の2、3の月に王の前に酒が出たとき、私は酒を取り上げ、それを王に差し上げた。それまで私は王の前でしおれたことはなかった。その時、王は私に言った。あなたは病気でもなさそうなのに、なぜそのように悲しい顔つきをしているのか。きっと心に悲しみがあるに違いない。私はひどく恐れて王に言った。王よ、いつまでも生きて、生きられますように、私の先祖の墓のある町が廃墟となり、その門が火で焼き尽くされているというのに、どうして、悲しい顔をしないでおられましょうか。すると王は私に言った。では、あなたは何を願うのか。そこで私は天の神に祈ってから王に答えた。王様、もしもよろしくて、このしもべを入れてくださいますなら、私をユダの地、私の先祖の墓のある町へ送って、それを再建させてください。王は私に言った。王妃もそばに座っていた。旅はどのくらいかかるのか、いつ戻ってくるのか。私は王にその期間を申し出ると、王は心よく私を送り出してくれた。それで私は王に言った。もしも王様がよろしければ、川向こうの総督たちへの手紙を私に賜り、私がユダに着くまで、彼らが私を通らせるようにしてください。また王に属する御苑の番にアサフへの手紙も賜り、宮の城門の針を置くため、またあの町の城壁と私が入る家のために彼が木材を私に与えるようにしてください。私の神の恵みの御手が私の上にあったので、王はそれを叶えてくれた。私は川向こうの総督たちのところに行き、王の手紙を彼らに渡した。それに王は将校たちと騎兵を私につけてくれた。ホロン人サヌバラテと、アモン人で役人のトビアはこれを聞いて非常に不機嫌になった。イスラエル人の利益を求める人がやってきたからである。こうして私はエルサレムにやってきて、そこに3日間とどまった。ある時私は夜中に起きた。他に数人の者も一緒にいた。しかし私の神が私の心を動かしてエルサレムのためにさせようとされることを私は誰にも告げなかった。また私が乗った獣の他には一頭の獣も連れて行かなかった。私は夜谷の門を通って竜の泉の方、糞の門のところに出て行き、エルサレムの城壁を調べると、それは崩され、その門は火で尽きていた。さらに、私は、泉の門と王の池の方へ進んでいったが、私の通っている獣の通れるところがなかった。そこで私は夜のうちに流れを登っていき、城壁を調べた。そしてまた引き返し、谷の門を通って戻ってきた。代表者たちは私がどこへ行っていたか、また私が何をしていたか知らなかった。それに私はそれをユダヤ人にも祭司たちにも、主だった人たちにも、代表者たちにも、その他工事をする者たちにもまだ知らせていなかった。それから私は彼らに言った。あなた方は私たちの当面している困難を見ている。エルサレムは廃墟となり、その門は火で払われたままである。さあ、エルサレムの城壁を建て直し、もうこれ以上そしりを受けないようにしよう。そして、私に恵みをくださった私の神の御手のことと、また王が私に話した言葉を彼に告げた。そこで彼らは、さあ再建に取り掛かろうと言って、この良い仕事に着手した。ところがホロン人サヌ
バラテとアモン人で役人のトビア、およびアラブ人ゲシムはこれを聞いて、私たちをあざけり、私たちを蔑んでいった。お前たちのしているこのことは何だ、お前たちは王に反逆しようとしているのか。そこで、彼は、私は彼らに言葉を返していった。天の神ご自身が私たちを成功させてくださる。だから、このしもべである私たちは再建に取り掛かっているのだ。しかし、あなた方はエルサレムの中に何のわけ前も権利も記念もないのだ。感謝いたします。ネヘミヤ記2章でした。ネヘミヤは検釈官ですね。まあ1章で、そのエルサレムの惨状を聞いて、衣を裂いて、悔い改めて、その私のその、先祖がその行いを悔い改めたネヘミヤですね。まあ王に取り入ってそのエルサレムを再建することを願って歩んでいました。まあちょっと話がそれますけど、まあ YouTube で、そういう現在のエルサレムの城壁をバーチャルをそうした YouTube ほとんど、その城壁の現代の城壁のことがYouTube に上がっていましたけど、私自身はエルサレム行ったことありませんけど、このネヘミヤが熱心に願った再建ですね。今日のこのネヘミヤ再建、感謝ですね。このネヘミヤが一緒、今日のを見て、そして、特に18節、そして私に、柔軟性ですね。それから、私は彼に言った。あなた方は私の、当面している困難を見ている。エルサレムは廃墟となり、その門は火で、焼き払われたままである。さあエルサレムの城壁を建て直し、もうこれ以上阻止を受けないようにしよう。さあエルサレムの城壁を建て直し、さあ私たちも、霊的なこのもし状況が、心が崩れていたら、私たちの内面のが神様から離れていたら、神様に立ち返って悔い改めて、再建していきたいという思い に駆られました。この私たちもこのエルサレムのネヘミヤの再建、私の霊的な再建 を思うネヘミヤ記2章でした。また次回の、聖書一日一章でお会いいたしましょう。マスアートの YouTube チャンネル登録、またコメント等がありましたらよろしくお願いいたします。次回の聖書一日一章でお会いいたしましょう。主やゲネツパッションプリズシャロムバイシャローム。